これも急に思いついてここにね貼ることになったんだけど、結果的にはコロナであんまりほら密になっちゃいけないとか、あんまり喋っちゃいけないよってことが、この地下に来た時の入り口に置くっていうことがシャレになっていて、この絵がいいかどうかも自分で分かんないんだけど、ただそういう今話したことがあるおかげでここに置く理由ができた。思い切って展示したんですよね。で、なんかこうね、マリリン・ちょっモンとローのようね、にこうそう。点を入れて、ここにあるのは大体は長友圭介さんが編集長されていた「クリネタ」という本の表紙をね、4回かな、一つの季節を、1年間かお願いされた時に、形になったものと形になってないものあるんですけど、ほぼそのために描いたものから選んだもの。その時はね、もう気を楽に気を楽にで自分に言い聞かせて、で雑誌のこう性質もちょっと頭に浮かべながら、なんかこう年寄りが描いた絵みたいに、自分まあもう年寄りですけどね、もっと自分を年寄り扱いして描くっていう。だから音符のやつもね、「風任せ」ってタイトルをしたのは、昔高田浩吉という俳優がいてね、時代劇の俳優、東映のよく見てた映画のスターなんですけども、その人にこう「なんとかかんとか風任せ」っていう歌詞があるんですよ。それまたたびもので、でその「風任せ」ってのかっこいいなと思って、それで「風任せ」というタイトルで、だからあそこにへの字みたいなマークありますよ。あれはよくほら民謡なんかで書くじゃないですか。それはその歌のイメージがあるので、まあもちろん音符だからってもあるんですけど、なんかこう手拍子でもしながら「風任せ」って言ってるような、まあそういう年寄りめいたこの昔のこう日本的な歌のイメージです。音符なんだけど、まあそういう和のイメージなんですよね。子供心にね、昔の明治の人たちってカラオケとか何もないけれども、酒になるとさ、得意の歌歌ってくれって言ったら、こうみんな手拍子こう始まって、そのうちにこう機嫌よく歌うじゃないですか。それを横で見ててね、変なおっさんたちだけど、でも悪くないなと思って見てたんですよ、ああいう風景をね。ですよね。そういう思い出がありますね。まあ、そういう意味でもノスタルジーかもしれない。今はそういうことないなと思なかなかね、集まれないって。 です集まよれね。ないし、このユナイテッド・アローズは1989年なんで、その30周年の時っていうのは2年前ですよね。その時に実際広告を、このマークを作ってやったんですよ。でその広告の仕事は終わったんですけど、今度の展覧会の時に我ながらこのマークが結構好きで、それは金と銀で実際は構成されてるマークなんですけどね、この金と銀は本来はユナイテッド・アローズっていうのは銀が企業カラーなんですよ。袋は例の茶色っぽい色茶です色っけどぽい。も、企業としては銀色が、会社のカラー、コーポレートカラーなんです。ただこの時は30周年で、まあめでたいことでもあるので、もう少し襟を正す気持ちもあって、そこに金を加えようっていうことを思って、金と銀にしたんですね。それとこの玉の数っていうのは、そのユナイテッド・アローズ全社の、その事業部っていうんですかね、その玉の数だけある組織があるんですよ。それがまあ一丸となってという気持ちもあって、みんなで一つになって、これからもお客様のために、お店のこれからのために頑張ろうっていうような、まあ説明すればね、そういうことなんですよ。それは別としても、玉は玉で何かポスターにしたいなと思ってできたのがこれで。で最初はね、金と銀の、シルク印刷かなんかでベタでやろうと思ってね、こちらにも相談をそうしたでりしすよたんだね。けど、それが難しいってことになったんで、で最終的には手書きでやろうって決心して、でここのギャラリーのこの展覧会が始まるっていうか、設営の3日ぐらい前ですよね。それをここの2階で部屋を借りて、半日かけて描いた。で今見ると大好きですね、この。だここでは、ここだけが生々しい肉質ですよね。でここに「心に歌おう」っていうのは、市倉博さんってコピーライターがもうだいぶ前にユナイテッド・アローズのために作った歌詞で、
でその歌詞も僕大好きだったのでここでそれをアルファベットで入れてローマ字で入れて、うん、でこれは自分で言うとあれなんですけれども、これ心に歌をあなたが誰か誘ってってこう歌詞が書いてるんですけど、うん、これもうこの通りの歌詞なんだけれども、はい、それをね横倒しで連綿で、裏返して横倒しで書くっていうのを小学校の時に覚えたんですよね。でそれを時々やるんですけれども、はい、この特化フォンドというあのこのために描いてもらった絵があってこれは当時の30周年の時は使われなかった絵なんだけど僕は大好きな絵でその絵をぜひ形にしたいという気持ちもあって、まあ、押しかけ広告みたいにユナイテッドアローズにあのお願いをして許可をもらってこのためだけの広告の姿にしたんですよね。でその時にその特化フォンドのこの絵に合うタイポグラフィーは何かあのやっぱり筆的なフリーハンドがいいなと思ったんですよ。じゃあまあじゃあこうなったらものすごいこれ日本的な字なんだけどこういうふうにすると何語か分かんないですよね。そのちょっと中近東のような感じもしないでもないしだから何だろうのままでいいんですけどね。まあ、でなので実際はこれをあの裏返しにしてみると実は日本語でちゃんと読めるということになっているのが種明かしではあるんです。でもこの2つはあれですね、この白いスペースに対してどこに何を置くかっていうその配置をすごく楽しんでますね。実はというかノスタルジアで文字をどこに置くかとかなんか理由はないんですけどもうこれしかないなという感じで作りましたね。そういうこと考えるときも楽しいですね。うん、これが僕がもちろん若い頃にこの20その時は何歳かな23、4歳の時が最終回で夢中になっていた漫画 でその時にあの最終回を迎えた時にもう撮っておこうと思ってこの またちゃんと撮ればいいものをこの情けない切り方で撮ってあったんだけどいまだにこれ宝物として持っていて時々忘れてはいるんだけどね。で出てきたらもう真っ黄色になっていてたまたまって言い方はおかしいんですけども練馬美術館というところで明日の上展っていうのが何年前でしたっけね。2015年ですね。2015年のね、はい、あの6年7年前なんですねもうね、うん、そこでいろんな人が明日の上を巡る作品を展示するっていう場があってで小さいポスターをあのその時作ったんですよ、うん、この絵を描いてこのシーンが好きだったので、はい、でもう一回今回ノスタルジアって展覧会なの でその時はオレンジ色で印刷してたんですけどね原画はまさにこのモノクロで僕はその時描いた絵なんだけどそれをちょっと大きく伸ばしたものを僕が見てみたいなと思ってでそれいけるかないけないかな大丈夫かなと思いながら実際こうやって伸ばしてみたらいやすごく、まあ、我ながらですけどねいいなと思っていやであの千葉哲也さん の、うん、あの許可をもらってでここでまたもう一回ここで形にできたのが嬉しかったですね、うん、でこの時はっきり覚えてるんですけど描いていてね何がすごいかなと言ったら、うん、漫画見てる時は表情とかそのいろんなこと物語で見てますけども、うん、改めてこれをなぞただなぞるだけでねこの輪郭線とか腰の細さとか、うん、この筋肉の膨らみと足首の細さとか、うん、この足の形の美しさとかあ素晴らしいなと思いながらこう塗ってましたね。だから模写っていうのはすごいこう発見が実はあるんですよ、うん、同じものを描いてるのに見てるようで見てなかったものを感じるっていうのをすごい感じますね。またねこう筆でこうタッチを楽しむというよりもねこう一生懸命はみ出さないように描くとか曲線をきれいに描くぞっていうことに集中してる時間がまた面白いんですよね。無心です、うん、だから、ね、狙いでこうなってるんじゃなくて結果的になってしまっただけなんですけどね、うん、本人としてはもうこのラインを絶対に間違えないで描くぞとかってそういうことばっかりやってるだけなんです。ただ あの看板の絵を描くような感じで 下書き通りこうね白黒の塗り絵ですね、うん、でむしろこういうところがねなんかいいじゃないかと思っちゃうんですよ。こうパパッとねその時は無意識だけども、うん、だ
これ時間を置くと変わるもんですね。これも押しかけ広告みたいというか押しかけポスターなんですよね。アーツ&サイエンスというね、まあ、のブティックというかお店が、青山店ができたのが3年2年前なんですけども、2003年創業ですけどね、それでアーツとサイエンスで A と S を思いついてしまった形なんですけどもね、これをお店ができた時の DM をの中にあのこの絵あの形を作ったものを送ったんですね。それはもともと活版印刷であのオールライト工房っていうところにお願いをして、高田由衣さんがやっている印刷所なんですけどもね、それが我ながらすごい気に入っていて、これを大きく伸ばしたのを見ても自分が見たいなと思って、まあ大きく伸ばして、で活版だからこの網もね、あの荒くせざるを得なくなって、それがさらに拡大するのでまた別のものに見えてくる。でこの形にを見たそのあのソニアパークさんってこのオーナーですけども、その人の友人の宝飾デザイナーの人が勝手にというかプレゼントのような気持ちで作った、これがイヤリングなんですけど、それを見せてもらった時に、ああそれも展示させてほしいなと思って、まあ、これをお願いして展示したのがこれですね。だから嬉しいですよ、僕が作った形に触発して触発されて作ったっていうことだから、もう僕自身が一番嬉しくてお願いしたんですよね。例えばこれなんかもね、ここをデザインしてますけども、こうやって展示してみてね、例えばここだけをこういうふうにこう見るとなんか都市の古い街並みというかビルディングというか、まあ展示する時もそういうイメージがちょっとありましたけども、やっぱり仕事でこうパッケージデザインという時のこう最終目標の中に、こう一つの風景を作りたいなっていう、なんかこうこのアーツ&サイエンスの風景はこういうことなんだろうなとか、みんなそうですね、トラヤでもそうなんですけどね、こうトラヤの風景を作るというイメージがどっかあるかもしれないですね。トラヤという街に行ったらこんな街路だろうなとかっていうことを想像しながらパッケージ群を作ってたのかもなっていうことを展示してみて分かりますね。だからいつもあれなんですね、僕が虫になったような気持ちっていうのはそういうことかもしれない。ここで僕が小人でここを歩いた、はい、街路を歩いたとしたら、ね、まあトラヤ街っていうんですかね、トラヤ街、うん、そういうようなこう街、そのクライアントの、そのお店の風景を作るっていう。でも書体、文字もそうですよ、文字を組んだ時も文字そのものが建築物に見えてきて、文字と文字の間に僕がもし立ったとして、はい、この文字のこの空間にいるとどんな柔らかい気持ちになれるだろうとか、まあ、そういうことをイメージしてますね、いつもね。だからこう時間を詰めるとか開けるとかってありますね、詰めすぎるとそこにいたとしたらちょっと窮屈だろうなとか、ここには風が通ってほしいなと思うとちょっと開けるとかっていうのも、そういう巨大な建築物も結構頭の中でイメージしてますね。なんか自分を表したいとかっていうことよりは、自分という体を使って人間、まあ大げさに言えば人間というのはこういうことを考えるんだっていうようなね、ある種のこう人という生物はこういうことなんだってことを大げさに言うと自分の体を通して味わってるような気がしますね。だからそういう意味で興味があるということも言えるかもしれないですね。特にこういう展覧会の場を与えられると、人間ってこんなこと考えるんだみたいな自分ってじゃなくてね、だもし僕が猿だったらどういうことか思うんだろうなとか思うわけですよ。だから仕事をやっててよく思いますよ、その言葉の気持ちになるとか、この紙の気持ちになるとか、なんかそういう印刷物のイン、僕がもし僕がインクだったら、この僕がインクだったらどんな紙に乗りたいかなとか、なんかそういう連想がどんどんいくんですよ。どうしたらこのインクが喜んでくれるかなとかね、どうしたらこのせっかく考えた言葉が喜んでくれるかなとか、
積み重ねる、そういうこう置き換えるっていうことをよくやってるかもしれない、うん、ああでもないこうでもないとそういうことを考えるわけです、まあ、楽しくもありもがいてることでもある両方ですよね。さてもがかないと結論が出てこないんですよね、まあ、ヒントが欲しいんですよとにかく。そういうことですね。まあ、今度の展覧会でどうしようか、全体構成どうしようかなと思った時に、1階と地下があるので地下は全部本にしようかなと一瞬よぎったんですよ。でも全部本っていうのも量的にも場的にもどうかなと思って、でこの会場のここの区画を平面図で見た時に、そうだこのここの辺りを本のコーナーにしようかなと思って、ちょっと本屋さん的などうか書店に迷い込んだような空間を作りたいなと思って、こういう全体の構成になったんですね。でそこに一つポスターが壁にあると、もっと本屋ムードが出るかもなということで、それでこの僕はブックマンって名前を つけてるんですけれども、これも以前に別の場があった時に思いついて、この下地というか下絵みたいのはこの通りじゃないけどこれに似たようなラフスケッチがあったんですよ、まあ、線掛けで描いた。それで上のノスタルジーさんじゃないですけど、これもそうだこの機会に形にしてみようと思って、最初は、ね、こっちだけだったんですよ。この絵が思いついてたんだけども、なんかやってるうちにこれもできちゃって、この度でこの2人のブックマンがこう対話をしているようなというか、何らかのこうコミュニケーションを感じるようなものを描いてみたんですけどもね。面白かったのはこの髪の毛がね、もちろん髪の毛に見えるけど、本来はこれ本だからこれ一枚一枚の紙なわけですよね。紙がこういうふうに交差するなんてありえないんだけれど、これがまあ平面の良さで、立体物なのにここはまあ嘘で、それが偶然髪の毛に見えるという、まあしめしめという感じで描いてるんですよね。でこれは実際は木版画にしてもらってるので、実際の原画っていうのはもうこのぐらいなものなんですけども、まあ僕がそんな意図的にこうタッチを変えてるわけじゃないんですけども、それを意図っていうか意識したものと捉えて、彫師の人はものすごい忠実に細かいところまで太いさから細くなるように、ボールペンでただサッと描いた線を忠実にこう再現してくれてるんですよね。そういうところが頭が下がるっていう。あと木版なので、最初はこの色指定でやってたんだけれども、はい、せっかく色を変えれば色が違うものできるんだからと思ってもう一案作ったのが、まああちらの方なんですけどね。両方捨てがたくなったんで、もう両方ポスターにしちゃったというか、学装したんですよね。もう気持ちの中ではね、こうレコードジャケットを作っているような気持ちになってますね。全体が正方形ということもあるけども、もしかして昔にこういうレコードがあったんじゃないかなという、だからレコードショップ的な気持ちもちょっとあるかもしれない。それとブックマンっていうのは僕が生み出した言葉じゃなくて、もともとブックマンっていう書体名があるんですよね、フォント名が。でこれがそのフォントで組んでるブックマンなんですけども、そのブックマンと書体名に触発されて描いたのがこの絵なので、もともとはまあそういう発生ですね、発生源は。そうなんですよ。もしブックマンという言葉が知らなかったらこれはできなかったですね、そういう書体がなかったら。だからせっかくなんでここにブックマンの書体で、はい、ブックマンともうあえて入れてるのはそういうことなんですよね。いやでも木版画はあそこにある泣き虫ピエロもそのリンパのポスターもそうですけども、はい、一回やり始めたら病みつきになっちゃって、で僕はまあ いわば絵師として絵を描いて、それを彫師が彫って摺師が摺ってもらえるっていうことでね、なんですかね、自分の手を離れていく楽しさがあるんですね。
これなんかもうどうなるかなっていう、こう上がるのがすごい楽しみだったですね。あ、こうなったかって。で、本当の版画っていうのは原画が作品ですけども、うん、それをあえてドカーンと伸ばすことで、その元の木版画の凄さがさらにこう分かってくるというか、うん、あるいはこう摺りの良い意味でのこうムラとかね、はい、木目の跡であるとかっていうものが見えてくるんですよ。それも楽しいですね。だから木版をここまで伸ばすということはそんなに他の人やってないんじゃないかなという、だからあの申し訳ないけど僕が手に入れてしまった感じがちょっとするんですよね。僕はブックデザイナーでもないので、あの、まあ、コツコツとというか長年なんか年に平均すれば 3,4 冊なのか、この頃はものすごく多いですけども、昔は年にまあ2冊とか1冊だったのがだんだん増えてきたんですけどもね、まあ、人生には隙間ってあるもんだなと思っていて、その隙間をコツコツと重ねたらこうなったっていうのがあの本の仕事ですかね。さっき言ってたあの楽譜ってのはこれですね。阿部由美太郎さんのね。うん、ね。もう本は楽しいですね。楽しいですね。楽しいというか大変なんだけど楽しいですよね。楽しいです。うん、やっぱり広告の仕事プラスデザインの仕事をさせてもらってるおかげでいろんな出会いがあって、うん、でそれがまあこういうふうにこうなんつうかね、いろんな職種の人が一緒になってこうやって本にこうできるっていうのは喜びですね、僕もね。でついてこう本なんかタイトルなんか考えたりするのが好きなんですよ。だから多分エスミっていうのは僕が発案したかもしれないですね。あとね、このノーザーンっていう、まあ自慢話になっちゃうんですけど、これも僕が提案したあのタイトルで、栗上和美さんがあの北海道の自分の故郷である写真集を作ることになった時に、あのサザンオールスターズってありますね、ありますねっていうかサザンオールスターズ有名な、はい、で僕も北海道生まれなのでサザンオールスターズみたいな、うん、まあ浮かれたというのかな、南国サザンですから南国的な、うん、ああいう色彩豊かなというか、うん、そういうのは憧れではあるけど自分にはできない、どっちかったら寒いあの、うん、フィンランドとか北欧とかそっちの方がやっぱり僕は馴染むんですよ。で栗上さんの写真集のタイトルを考えるときに、はい、まずサザン北っていうことは N だなとかいろいろ思ってるうちに、うん、サザンオールスターズのことが頭に浮かんできて、サザンっていうことは北は何だろうと調べたらノーザーンだっていうことになって、うん、これスイッチっていうかあの出版社の方にもう最初からこのレイアウトをしてこれでどうですかって言ったらこれでいきましょうって決まったんです。嬉しかったですね。だあの字面がいいですよね、うん、すごく素敵だな。だからノルウェーとかノルディックとかで NOR っていうのはその北の ね言葉だから NOR っていう そのスタートの切り方がいいなと思う、うんうん、だからそのタイトルはとっても大事だし、うん、あのタイトルに影響されてみんな作ってますね。大事、やっぱり結構大きいですねタイトル。だできればね、本はあの表紙はあんまりデザインしたくないと思ってるんですよ。ということはタイトルさえあればよくて、あとは読む人がそのタイトルからどう感じていくかにこう紐解いていけば分かるわけですよね。そこにそのいらぬデザインって言ったらおかしな言い方だけども、 いらぬ、まあ僕の趣味みたいなものをそこに乗っけてしまうと、作者っていうのがいるので、その作者の意図と違うものにたり、あるいは読んだ時の印象がそれで束縛されるのは嫌なんですよね。なのでなるべく自分を出さないで、その作った人が一番喜んでほしくて、次には読んだ人見た人が次に喜んでほしいという順序で考えてるのがほとんどですね。だからこう作家性みたいなのもあっちゃいけないなというか、想定はねデザイナーのものじゃなくて作者のものだというふうに思うので、まあ
まあ、ある意味ではこう尽くしたいなと、もうとにかく身を尽くしたいなと思うんです。これはね、むしろ編集者からの提案だったんですけどもね、レボリューションっていう、しかも最初はエボリューションっていうのは1年に1冊ずつ本が、あのこれ一つの物語なんですけど、で最後に R がついてレボリューションっていう風になる仕組みの本で、年に1冊ずつで 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 年ですよね。でこの仕事をもらった時に、あの例えばこれ蛇使いの女っていうあのルソーの有名な映画中で題材として出てくるんですよ。それを10等分して背中にその絵にしたらどうですかっていうのは編集者からの提案で、それは面白いってことになって、で最初からもう背中のデザインも決まってたんです。で正面はこういうふうに活字だけで組むと、しかも漢字二文字でやるっていう、そういうあの縛りがあったけど、もうすごい嬉しかったですね。だからね、これ10年後に完結したら、その時僕は10歳年取ってんだなと思うとね、何とも言えない気持ち で完結してからもう十分時間が経ってるんですけどね。だからよくあの建築家の人が一つの建物の構想から出来上がるまで5年10年かかるじゃないですか。ああいう仕事ってそういうこと想像しないかなと思って、5年後の自分がそこにいるわけですよね、出来上がった時。僕は幸い広告なんか一気に作っちゃうから半年とか数ヶ月に見られるんだけども、ああいう仕事は大変だなと思っちゃうんですね。これあれですね、30年前の展覧会の、もう自費出版図録です、あの実録ですね。いやあれから30年も経っちゃったな。でも本当にあのコツコツというか、その時その時であの一生懸命やったつもりではあるけれども、やっぱり長い間年取ってくるとこのぐらいになっちゃうんだなっていうことは今回の展覧会でちょっとある考えを覚えますね、やっぱりね、いかにも最初にやった本はこれですね。本当の意味で最初にやったのはあの嘆願書というね、同じサードの先輩の佐々木和彦さんって人の、まあ、エッセイなんですけどね、これが一番最初ですね。とにかく僕にとっては大切で懐かしい本なんでここに置いてるんですけどね。これ何年だったかな、1987年ですね。で今見るとやっぱりね、こう文字の組み方が古風ですよね。なんかね、しかもすりもね、これ活版印刷っぽく見えるんですよ。しっかり載ってて ね、なんか僕はこの時本番組までやってなかったかもしれないですけどね、なんかいいんですよ、自分の手を離れていてね。これはよくあの行っていた中華料理屋さんのテーブルクロスがあまりにも綺麗だったんで、それ複写させてもらったんですそうなんですね。レタリングしてね。早川芳雄さんが書くカストリ文字っていうんですか、それの影響ですね。明らかに真似ですね。まあでもみんな思い入れがありますね。上田さんの初めての写真集ですね。いやーよくこんな立派な写真集ができたなと。写真は全部印刷したものをこう貼りになってるんですよ ね、何かできやっちゃったなってい うで、なんかね、上田さんの写真を見たらこう祈りっていう言葉がこう浮かんできて、で祈りっていうものをこうなんか形にしたいなと思ったら、まあこんなような形ができて、それをポツンとこう赤の白押しにしたんですけど、よくぞ思い切ったこと今考えればやったなと思う、はい、こう全部大文字で組んだ吉彦上田と「Into the Silent Land」っていうものを組をやると、左右が偶然ですけど、会ったことがものすごい嬉しかった記憶がありますね。これだとか思って、これは誰も気が付く必要はないけども、実はね横から見るとここがあのこっちから写すといいと思いますけどね、あのここが直角ではなくてちょっと上に向かってるんですよね。でもしこれが水平だと、あのここだけで支えることになっちゃうんで、本がこうなんかねこう曲がってくるのを避けるために、下が
ちゃんと着地できるようにということでこういうふうにしたんですけど、まあ、それでもなかなかうまくいってないこともあるかもしれないけど、そういうことを考えるのが結局は楽しかったですね。だから展覧会の作品作りで一生懸命なんですけど、最後はこの展示する時のこの台の足の位置はどうするかとか、壁は何色にしたらいいかなとか、もうそっちの方が最後の1ヶ月2ヶ月はもう必死だったですね。額の色も迷って迷って最後はね3日4日で一気に出来上がるんですけど、まあ心配だったけど心配でなかったようなね。で最後にあの最初の設計と違う位置にドーンと動かしたじゃないですか。あれ大、まあ、我ながら大逆転やったなと思いますね。ですからあのねあそこ の、 が、はい、あの屏風も実はこの裏側に色違いがあるですよね。でこれはもともとはここに置く予定じゃなくて、ここのところでこうスペースを分ける予定で作ってったってこともあって裏表にしたんだけれども、実際ここで設営をしてみたらこの位置がこうこの関係がベストだってことが分かって、そうするとあそこに飾るべきものはどうしようってことになったりして、それが踊り場に行ったりっていうことで結果的にはうまいこと言ったな。これももともとここにある予定じゃなくてあっちにある予定だったんだけど、これにとってもベストな場所を見つけて、だから展覧会の面白さっていうのはそういうスペースをどうするかっていうのも今回もう一度味わうことができたですね。まあ全体にはそれほど凝らずにね、なるべくこう素直にスペースとして見やすくっていうことはまあ考えましたけどもね。よくぞ結果往来ですけど、ヒヤヒヤだったですね。こうやって並べてみると、よく人にあの感想でメールの答えを出すと、あの返信をするときに、まあやるだけやったので僕の今のこれ以上でも以下でもないっていうことでは疲労はしてるけれども爽快感もあるというのが正直な印象なので、まあ、もちろんやってよかったなと思ってるのと、まあ、あとすっからピンになっちゃったなというか一回空っぽになった感じがあって、まあ、そういう意味での爽快感があるので、まあ、これを見てあのどんな感想を、まあ、言われたとしても、まあ、悔いはないというか、というのはこれ以上でもないしこれ以下でもないので、まあ、全てではないけれど、まあ、でもこの時間とかこのタイミングの中では、まあ、ある意味ではあのやれることはやったかもしれないなっていう気持ちはちょっとありますね。